報酬とはある状態になると得られるスカラー料です、これだけ言われてもよくわかんないと思うんで、グリッドワールドの例を考えていきましょう。ゴールにたどり着けば1万円の賞金が与えられて、ピットフォール、落とし穴に落ちると1万円の治療費がかかるとします。この時ゴールの状態に対して1万の報酬、 R の S、 まあ RS がゴールの時に RS っていうのが1万、ピットフォールにたどり着いた時の報酬、つまり R の、まあ、S がピットフォールである時の RS がマイナス1万というふうに考えます。報酬関数は一般的には R の S として状態に依存する量として表現されます。まあ、このように表現してあげることによって、まあ、ゴールにたどり着くと、まあ、なんかいいことがあって、ピットホールに行くとなんか悪いことがあるといったような形で表現をすることができますね。この報酬関数に基づいてエージェント、まあ、あの行動をですね、選択することによって、まあ、何らかの目的を達成できるというふうに使う関数になっています。報酬関数は大体の場合 RS で表現されますが、R の SA、R の SAS で表現してもいいです。この違い何かっていうと、R の SA というのは、ある状態である行動を行った時に報酬が得られるという表現方法です。R の SAS は、ある状態である行動 A を行った時に、結果として S' にたどり着いた時に得られる報酬という表現ですね。まあ、言葉としてはこの3つかなり意味合いが違うように聞こえるかもしれませんが、実はマルコフ決定過程においてはこれら3つの関数というのは数学的には実は同じものです。同じ表現力を持っているという意味ですね。まあ、ちょっと練習がてら、それの証明を考えてみるといいかもしれません。この報酬関数というのは非常に重要な概念ですね。マルコフ決定過程における問題の答えというのは、この報酬の値を何らかの形で最大化する行動選択の方法を得ることだからですね。では次回はその行動選択の方法、ポリシーについてお話ししていきましょう。